滝の椿滝の千年椿公園は、京都府与佐郡与佐野町滝にある自然公園。千年椿の上流約100メートルに位置する小滝、長寿の滝この公園は、2007年8月に、丹後天野、橋立大鉱山国定公園として指定された、大鉱山連邦地区公笠山山系に属する、踏み地沿いの奥滝集落から南へ、 1> 約1 5キロメートル山道に分け入った山林の中にある。現地には、日本最長受給のヤブツバキの巨木が現存しており、そこを中心として公園が整備された。園内には千年ツバキの愛称で親しまれる、滝のツバキのほか、旧茅谷町が、ツバキを都道府県市町村の下木に指定している、全国49の自治体から、ツバキの寄贈を呼びかけて、 滝の千年椿2世と合わせた合計50株の椿が植樹された椿の森や、麓の水車の動力ともなっている水源の上流に位置する長寿の滝、利用者のための休憩所などがある。メインである滝の椿は、1989年3月には京都府指定天然記念物として指定され、また、1989年9月には、新、京都、 名木重泉に、選定。1991年6月には、京都の自然200千の一つに選定されている。なお、椿は、与佐の町の木にも選ばれている。杉子たちの間から望む、千年椿千年椿の、周辺に残る、石垣の一部千年椿の周囲数メートルは、根の保護のため、現在立ち入り禁止となっている。椿か椿族やぶ椿。 日本古来の原種の椿であり、園芸品種名では黒椿と称するが、改良された園芸品種とはやや趣きを意味する。毎年3月下旬から4月上旬にかけて、黄色の薬を紫紅色の一重の花びらが囲む花を無数につける。不詳。推定樹齢は500から600年とする説から、1000から1200年とする説まで幅広いが、成長の遅い椿では、 非常に珍しい日本屈指の巨木であることから、千年、椿の愛称で親しまれている。樹高9.7メートル、三木周3.26メートル、枝張りは南北14メートル、東西13メートルに及ぶ。この椿の周辺には、少なくとも江戸時代前半の1697年には、人が暮らしていたとされる。昭和前期には、大沢と呼ばれた集落があり、 少なくとも6世帯が農林業などを営んでいたが、昭和35年頃から離村が進み、昭和46年に全世帯が移住して、廃村となる。かつての住民の伝えるところによれば、千年椿は、田畑作業中の雨宿りの場所であったり、牛を繋いでおく場所であったりするなど、人々の暮らしの一部であった。周辺には、今も、当時の石垣や、 土蔵の跡などが残されている。昭和30年代後半、千年椿を伐採しようとのこぎりの葉を幹10センチメートル付近まで近づけたところ、周囲が真っ赤に染まり、切ろうとした人は気分が悪くなってその場から動けなくなった。この木は切ってはならないという意味であろうと解釈され、伐採は中止された。上から見ると椿の形をしている資料館。 ありがとうございます。